にちは。ケイさん、シマさん、こんにちは。星投げありがとうございます。シーキュンさん、オリバさん、ノオキさん、こんばんは。セキちゃん、タケちゃん、こんばんは。こんにちはかいつも夜にやってるからこんばんはって言っちゃう。ヨコロンさん、ユウユウさん、マサキさん、こんにちは。タムタムさん、イナモンさん、こんにちは。さて、本日2枠目始まりました。1位まで10万ポイント切ってる。あとね、私支援ゲージをちょっと作ってみました、試しに。これはね、確か10万ポイントかな、10万ポイントで支援ゲージを立ててみました。はい、わちさん、たかさん、サフィールさん、こんにちは。ハリモグさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。ありがとう、みんな。こんにちは、また朝行けなかった、ごめんなさいって。いえいえ、ありがとう、来てくれて。音楽かけよう。うん、聞こえるかな。はい、1位まで10万ポイント切った、嬉しい。なんとなくアバター決まった。なんとなく、うん、なんか本当にざっくりでまだ全然完全なものじゃないです。この配信は何分前に起きたの？あのね、一回寝たんですよ、実は。実は寝て、配信終わってから1時間ぐらい寝たのかな。寝て、11時半ぐらいに起きたで、なんかみんなとお昼ご飯をね、ランチタイムしながら配信したいなと思ったので、コンビニで買ってきた。ちょっとね、今家に全然ね材料がなくて。まだ切れて、ありがとう。全然切れじゃないんだよダイヤさん、山内さん、こんにちは。ハリモグさん、だるま、ありがとうございます。あ、皆さんもツイッターでシェアよろしくお願いします。私もしてなかった。ハリモグさん、だるま100個、ありがとうございます。二度寝したいつみちゃん、最近やでスピンズコラボの T シャツめっちゃ着てる、今もって。ありがとう。あれね、着やすいよね。私もよく着るよ。リハギとかにもいいしねじゃあご飯を食べていこうと思います。なんかね、ここ最近本当に別に病気になったとかではなく、家にずっと引きこもってるからか食欲がないなんか多分家でじっとしてるから多分エネルギーを使わないんですかね。あんまり食欲はないんですけど、なんか食べたいなって思ったものを買ってきましたビックラブさん、こんにちは。トットさん、菓子お餅ありがとうございます。あら、初見ゆいとさん、花束ありがとうございます。嬉しい。そう、だからね、朝食べなくて、今日初めてのご飯。アリちゃんも食欲ないって言ってた。やっぱり
しーちゃん50管理ありがとうございます。はい、今日の私のランチはこちらです。大好きな生春巻き、めっちゃ久しぶりに食べるローソンです。大好きなんだよねこれ、ローソンの生春巻き。私はねサーモンにしました。エビもあったんだけどサーモンにした。サーモン生姜コチュジャン、ちょっとタレが辛い甘辛っぽい、好きなんですよね。ちょっと前に生春巻きを作る配信とかもしましたね。懐かしい。ミッキー、山中さん50カウント完了ありがとうございます。開けて、開くか、開いた。あとねリンゴも買った。リンゴ、あ、音楽消えたって音楽消えちゃった。これかリンゴ。ゆうゆうさん50完了ありがとうございます。マスさん、コウさん、こんにちは。アンジー激極激辛焼きそばいるって。大丈夫大丈夫です。じゃあタレをかけていきます。高校の時もよくこれをねコンビニで買ってた。チーズ蒸しパンも買ってきたぞって。あ、皆さんも一緒にご飯食べましょう。あ、でもなんか前とタレが違う気がする。前とタレが変わってる。新しいやつ。よっしゃ、ティッシュ持ってきますね。食べました。あ、いいね。シューマハさん、だるま100個ありがとうございます。では生春巻きいただきます。あー美味しそう。ビッグラブさんありがとうございます。みーくん、ハト、スムチーさん、だるまありがとうございます。え、美味しいよすごく。トトさん、うま、ありがとうございます。やっぱりねドレッシング変わってたわ。なんか和風っぽくなりました。和風で生姜がすごい効いてますね。うん、初見タナさんありがとうございます。かわいいって。ちまちんさん、だるま100個、そしてみーくんハート100個、ありがとうございます。いや、個人的なことを言うと前のドレッシングのが好きだったけどでもこれも美味しい。うん、山中さんもハート100個ありがとうございます。前にも春巻き作ってなかったけど、そう、前もねイベント期間だったかな、あれは生春巻き作りました。イベント中なんですね。そうなんです、こんなのんきに生春巻き食べてるんですけどイベント中なんです。
前のドレッシングの方がピリ辛だったのかな。ピリ辛、そうそうそう、なんかねちょっとタイ料理っぽい感じかな。甘辛な感じだ。これも美味しいけど個人的には前のが好きかな。うん、でかいこれでかくて結構ボリュームあるんですよ。うん、今回何か作る予定ある？なんか作りたいよね料理配信。今まで餃子、生春巻き、なんか餃子の皮でピザも作ったりしたけど、包む系が好きなのかな私まで6万ポイント。嘘、マジありがとうございます皆さん。キムキムさんこんにちは。千吉さん50ありがとうございます。春巻きで思い出したけどファミマのトルティーヤも好き。トルティーヤ美味しいよね。あの温めて食べるやつかな。私も好きです。料理がね、なんかいろんなバリエーション作れるようになりたいな。めっちゃでかい本当にでかい。もう皮で包めてないですもんこれでかすぎて。カレーとかなんか好き、大好き、うーん大好きあの、ね、学校の近くにインドカレー屋さんがあって、そこのねチーズなんかめちゃくちゃうまいんですよ本当に。でもう一時期そこばっかり食べに行ってましたね、みんなで。すっごいボリュームだったけどめっちゃ美味しいの。そういえば私のヒーローの動画見ましたよ。感動した、ありがとうございます。そう、歴代キャストの皆さんとね声を重ねて私のヒーローのね動画を作っていただきました。ぜひ YouTube で見てみてください。もう春巻きじゃなくなってる、なんか崩れすぎて。50ありがとうございます。ジュサンスケさんこんにちは。このさ、なんだろう、生春巻きに入ってるこの白い糸みたいなのは何なんだろう。白滝でも白滝かな、白滝ではない気がする。なんだろうこれこの白い麺か、麺春雨でもない、なんだろう、春雨かな、春雨か。海藻麺ってマロニー、マロニーじゃないな、
とかいう米の麺だと思う。あ、なるほどね。ずっと気になってた、これ何なんだろうって。2シュート50カウント完了、ありがとうございます。ビーフンじゃない、フォーじゃない、あ、でも多分そっち系だよね、麺系。ラスト1個フォー美味しいよね。フォーも好き。なんかベトナム料理とかタイ料理とかすごい好きなんですよね、そういう異国の味、なんかちょっと独特な、なんだろう、スパイスというかそういう感じがすごい好き。苦手な方もいると思うけど、ヘイちゃんイベントやってよく知らなかったって大丈夫ですよ、10日まであるので、はい、ちょうど今日で3日目ですね、イベントが。でもこのイベントは1日2時間っていうルールがあるから、なんか個人的にもあんまり負担はなくてすごい楽しいです。3時間4時間ってなるとちょっときついかなっていう思いはあるんだけど、2時間だとね、なんかやりやすいし、皆さんもなんだろう、応援しやすいんじゃないかな。リモグさん、東南アジアの味は僕も好みです。お、めっちゃさん、だるま100個ありがとうございます。花粉症かな、花粉症多分ね、今コンビニに行ったからだと思う。好きな方の配信はあと2回、20時と23時からです。あ、そっかそっか。あ、え1枚2万ポイントも切ってる。嘘、本当にありがとう。本当に皆さんの一人一人の力がポイントにつながるので、はい、星投げカウントよろしくお願いします。チーの方もそうだけど、他のチャレンジャーの方々もひろいちゃん強いと思われていると思います。そうなのかな、どうなんだろう。ふださん、ふる完了、支援ゲージありがとうって。そう、あの支援ゲージをね、立てた方がいいんじゃないっていうアドバイスをいただいて支援ゲージ立ててみました。でももうちょっとで達成しそう。まあ第一段階ということで、あの10万ポイントでね、支援ゲージ立ててみました。どうだろう。あずきやしさん、バラありがとうございます。はもたよさん、クローバー、四つ葉のクローバーありがとうございます。はりもぐさん、かわいい、ありがとうございます。うん、ひーちゃん、マスク変えてますか。変えてないですね、正直。でもあとちょっとあって、でもね、なんか結構売ってる、スーパーで売ってたとか、なんかそういう声も聞くので、結構だから、まあ、これからどんどん仕入れられてくるんじゃないかなと予想はしてるけども、まだ巡り合えてない。
可愛いですね。ありがとうございます。今日ちょっと一日すっぴんでお届けします。よし、春雨食べ終わりました。お片付けをします。山中さん、花束ありがとうございます。マスク作ってみては、あ、いいね、マスク作る配信しようかな。なんかみんなからのアドバイスすごいどんどんイメージが広がって、布マスク作りたいね。ダイソーにも運が良ければマスクあるって、あ、本当ですか。今60枚手作りしてた。すごいね。ゆうたろさん、カウントだけですか、頑張ってくださいって、ありがとうございます。あずきあいさん、ハートありがとうございます。ちょっと待って、熊本 JT さん、くまちゃん、そしてお城、あー、ありがとう、ありがとうございます。お城が建つなんて嬉しすぎる、ありがとう。本当にちょっと頑張るね、1位になりたい。うん、あと10日もあるけど本当に油断できないね、ありがとうございます、嬉しいです。本当 JT さん、ありがとうございます。あずきあいさん、かしわもちありがとうございます。ひらり城で、ひらり城立った、嬉しい。あ、支援ゲージももうすぐ達成しそうだ。ハリモグさん、ハート音符ありがとうございます。ダルマもありがとうございます。花火来るって、もうちょっとまた支援ゲージ立てます。花火、花火、たまやたまや。シムさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。あ、来た、ありがとう、たまや、はい、支援ゲージ10万ポイント達成しました。エルメさん、ハートありがとうございます。アリバさん、かわいい、ありがとうございます。たまや、アリバさん、クローバーありがとうございます。また支援ゲージ立てますね。更新されたら1になってるはず。本当に。まだ1回も1位になってなかったですね。スタートダッシュがちょっと遅れてしまったので、徐々に徐々に差を縮めていきましたが、ゲームの問題で琵琶湖のほとりにあるお城は何ってのがあって間違えて大阪城しちゃった。大阪城、琵琶湖のほとりにあるお城って何？なんだ？1位！ありがとうみんな、本当にありがとう。いやー、みくん、タコチューありがとうございます。うずけいさん、やずまのクローバーありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しすぎるな。ありがとう。まだまだ本当に途中だけど、はい、ここからまだまだイベント続きますので、油断せず頑張っていきたいと思います。そう、まだ10日あるからね。トトさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。はあ、嬉しいよ。ウィングゴーさん、ホワイトありがとうございます。1000人も行きそうですね。はい、リンゴ食べよう。リンゴ、
位の方を見ると燃えちゃうはずなので。そうだよね、だるまちょっとすごいだるま、待って何個、500個ぐらいあるよね。フューチャーさん、だるまありがとうございます。いっぱいありがとう。翔さんこんにちは。なるむしょわーってありがとう、みんな嬉しいです。ハリモゴさん、風呂敷ありがとうございます。翔さん、お昼ご飯食べたよって。皆さんも食べましたか？私もね、食べてる。これどこのリンゴなんだろう、書いてないのか。次の配信からまた新ゲージあるといいかも。そうですね、立てます。何ポイントがいいかな。今ね10万ポイントで新ゲージを立てて達成したので30万とかにしようかな。お時間ね、もぐ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 しすぎた2人。そうそうね、家にいる時間が多いからね、気をつけないと。ミッキー、50万は50万でいける？50万にしてみますか。千人くんだ、ありがとうございます。はん、まだひーちゃんのファンの総称ヒラリーでいいのかな。うん、ヒラリーで。あずきあいさん、かわいい、ありがとうございます。残り10、15分ないくらいかな。ショールームで久しぶりに投げ受講するってありがとうございます。そう、私もね、今回個人のイベントが、個人のガチイベントが1年ぶりで、ちょっと間が空いてしまったんですけども、なんとか頑張りたいなと思ってます。1年前はね、あの爽やか頃のショールームの MC をかけたオーディションで1位になって、最終審査でも1位になって、半年間あの静岡で番組をやらせていただきました。本当にね、あの番組はほぼ毎日放送されていたので、なんか知ってもらえる機会にもなったし、なんかね、本当にやってよかったなって思いました。マコペイさん、初見です、こんにちは。こんにちは、初見さんもね、いっぱい来てくださって嬉しいです。ヒラリーならいけるにゃって、ありがとう、初めて読んだこの後歯医者で麻酔打つけど元気出てきたやだね、歯医者頑張って。ハリモグさん、バラありがとうございます。1位になってる。そうなんです、今1位なんですが、2段はできないですね。あと10分、ラリンって結構もぐもぐしてるけど全然太らないよねって、
いやいや太るんですよそれがね太るんです本当に。なんか舞台が終わってから、なんか舞台中からだったんですけど、もうブクブク太り、舞台が終わって、なんだろう、お家の時間、自粛期間が始まったぐらいから一気に体重が増え、ちょっと周りの人からね、太ったって言われることが多くなったので、痩せようと思って今ちょっとだけ痩せました。でもね、本当にちょっと油断するともうこんな大福餅みたいになるから気をつけてます。今からしてくるって、お、いいですね、運動。のりさん、谷川ひなちゃんのルームから来ました、カウントしてきます、ありがとう。そう、今ね、ひなもイベント中だよね。そう、私の友達谷川ひなちゃんもね、なんだっけ、石鹸の CM の出演をかけたオーディションに参加しているので、ぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。タピオカのイメージガールになったら、毎週水曜日はタピオカ飲み飲み配信なんですいや太っちゃうねナイブ、そう、ナイブ頑張ってます。ひなもケムケムさん、ハートありがとうございます。ハート100個ありがとう。こういう生活だと体力やコンディション維持するの難しいよね。そうだね、やっぱ家にいると太るっていうねこともたくさん聞くし、運動不足になるし大変だね。ヤマチューさん、クローバーありがとうございます。私もなんか今気をつけてることは何だろうな、間食を取らない。お菓子を前まではかなり食べてたんですけど、お菓子を食べない、ジュースを飲まないははい、気をつけてます。あと夜遅く、まあ10時9時以降、でも最近はご飯すっごい早く食べてしまうんですね、6時とかで。夜はめっちゃお腹すくんだけど食べないようにしてます。はちみつロケット解散しちゃったピエンって、そうなのよ、本当にね、あの解散ライブも私見に行こうと思ってたんですね。だけどそうできなくなってしまって、最後はネットの配信だったのかな。でね、本当にもうブログを見て感動して泣きました。本当になんか、ね、ずっと一緒にいたからこそなんか、まあ、悔しかったなっていうのは思いますね。うん。歌歌ってる、喉鍛えてるって、歌めちゃくちゃ歌ってる歌いまくってますもん毎日。イメージガールになったらどこに行くのもタピオカが必需品になるのかなって。なるほど、タピオカを宣伝しなくちゃいけないんですか。また来ました、失礼しました、ありがとうございます。22時間の配信何かするのって、なんかしたいんですよね。何がいいかな何しよう、40分、どうしようかなダルゴナコーヒー作りますか。ダルゴナコーヒー一回作ったんですけど、ちょっと、まあ、微妙な感じだったよねだからちょっとチャレンジするのもいいかな。ふといちゃんみたいにポケカラで配信してほしいな。ポケカラあー、私もポケカラ持ってるアプリで。配信終わったら何するの、何しよう、お散歩しようかな散歩、いい天気だしね今日。35分ありがとうございます。ちょっと何やるかは考える考えて言いますね。
35分なのでもうそろそろか。じゃあお知らせしとこう。じゃーん、台湾タピオカ専門店ハイチャさんの初代看板娘決定戦に参加しています。イベント5月の10日まで、あと10日ありますね。で、配信ルールは1日合計2時間までとなっていまして、はい、分けて配信できるのが3回までとなっています。はい、今ありがたいことに1位です。はい、でも本当にショールームイベントはね、最後の1分1秒まで油断できないものなので、はい、ちょっと油断せずにやっていきたいと思います。はい、部屋でできるストレッチ配信とかは、お、いいね。なんかいろんなアイディアが浮かんで、ちょっと考えてみる。紫外線対策してお出かけしましょうって、そうですね、ちゃんと紫外線対策してヒアリング教える、うまく歌を歌える声の出し方教えちゃう、発声練習じゃあランキングお名前読んでいきたいと思います。13位カズさん、12位オガチさん、11位サダさん、10位ウイングゴーさん、9位シューマハさん、8位ヤマチューさん、7位シマチンさん、6位タムタムさん、5位ハリモグさん、4位フューチャーさん、3位ミーク、2位あずきアイスさん、1位熊本 JT さんです。ありがとうございます。そして1320人の方が見に来てくれました、ありがとうございますはい、ということで今日は2枠目が終わったので、次は22時からになります。これがラストですね、22時からのが。40分間またやっていきたいと思います。はい、ありがとう皆さんメンバールームからの応援に感謝ね。そう、本当に皆さんありがとうございますね。このイベントをきっかけに初見さんもね、たくさん来てくれてるので嬉しいです、ありがとうございます。はい、カウントしてくれてる方いるかな、大丈夫かな。はい、ではまた22時からこのルームでお会いしましょう。バイバーイ、またね。皆さんもゆっくり休んでくださいね。